はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今回はですね、アズレンフィギュア特集でございます。皆さんもね、最近アズレンのフィギュアが多いなと思っていますよね。で、僕も気になったので、どれだけアズレンのフィギュアが出ているのか、それをねちょっと調べてみました。で、一応ねざざっと調べてはいるんですが、まあ取りこぼしとかありましたら下のコメント欄にね補足していただけると助かります。ではまずですね、ここ最近アズレン構成が激しいアルターさんから見ていきます。まずはこのね、くるくると回っているのがヴァンパイア、これがアルターの第1号アズレンフィギュアなんですよ。最近ではね、爆乳娘が多いですが、最初はこのロリから攻めてきたんですよね。そしてその後に発売されたのが、アッター号の真夏の行進曲バージョンと、高尾の砂浜ラブソティバージョン。はい、ここでね、一気にお乳がでかくなったと。しかも、共に二人ともね、白い水着を着ているので、まあ、爽やかかつ、ちょっとね、セクシーなんですよね。で、このアッター号タカオが去年発売されたんですが、今年はアルターのアズレンフィギュアなかったんですよ。で、それがですね、来年になると、まずね、本来であれば今年発売予定だったプリンツ・オイゲン、これがいよいよ年明けに来ると。いやー、どうでしょう。まあ、でもね、いい加減ね、出るでしょうね。で、プリンツ・オイゲンが来年の1月なんですが、なんとその翌月にセント・ルイスも来ます。いやー、これもね、本来なら今年だったんですけれども、まあでもね、予定通り遅れているということでございましょうか。で、これは偽装を外した軽装バージョンなるものも出るようです。と言ってもね、すでに予約は受付終了で、もうね、今からだとプレネじゃないと買えなそうですかね。で、さらに、来年4月にはル・トリオンファンが出ます。ここに来てね、またこう、ロリが復活と。はい、素晴らしいですね。僕はね、これすごく楽しみにしてるんですよ。まあ、可愛いですよね、これ。なんかこの、お姫様オーラ、そんなのが出ていて最高です。で、これもですね、偽装を外した軽装バージョンなるものが出るようです。ただ、これももうね、入手は困難かな。うん。まあ、とにかくね、アズレンフィギュアは出たら早めに予約をしましょう。さらにまだ続きます。来年のね、このアズレン構成がかなりやばいんですよ。5月にはシリアスが出ます。出ちゃいます。僕もなんか変なものが出ちゃいそうなんですが、すいません。で、またね、爆乳になると。で、さらに8月にはベルファストが出ます。そう、これはね、僕もアミアミまで撮影しに行ったんですよ。懐かしいですね。で、これはね、すでに品薄状態なんですが、まだね、買えるショップもあるみたいなので、欲しい人はね、これ急いでください。そろそろ本当に買えなくなりそうです。で、その翌月9月には、ジャベリンが出ます。ここでまたね、ロリを出してくると、なんかこう、デカデカロリ、デカデカデカロリっていう感じ。いや、でもね、この見事なチッパイなんですよね。うん。これはね、グーカワです。で、可愛さではまあ僕的にはこれがナンバーワンじゃないでしょうかね。そして、先日予約開始されたばかりのフォーミダブル。はい、ここでまたね、たっぷんだと大きいお乳が出てきました。おそらくこの子がこれまでだと一番大きそうなのかな。うん。まあでもね、顔も可愛いんですよね、この子は。だから人気あるんでしょうかね。で、今後発売予定のものも結構ありまして、まずね、こちらがホノルル。これ、軽装バージョンになっているので、多分ね、偽装がついたものも出るんではないかと思います。そして、グラフ・ゼッペリン。これもね、かなりね、危険なお姉さんですよね。で、これが僕が一番楽しみにしているボルチモア。僕はね、こういうかっこいい系のフィギュアが好きですね。そして、これがアズマ。これはまだ色がついていないんですけれども、お尻をこちらの方に向けて、かなりやばそうなフィギュアです。で、前回のメガホビで紹介されなかったものもありまして、それがこの大砲。なんと、こちらのお方が最大級じゃないですかね。うん。この超ド級のものをお持ちのようなのですが、これがまたね、予約開始になったらすごそうですね。で、さらにアルターとしては同じキャラのフィギュアになるのですが、タカオとアタゴのレースクイーンのやつ。この姉妹も人気あるんですね。うん。確かこの二人はミメウエさんでも4分の1スケールフィギュアで出るんじゃなかったでしたっけ。と、今のところですね、僕の知り得るアルターのアズレン情報はこんなところなのですが、他にもね、情報がありましたらコメントいただけると助かります。ではね、次です。こちらもアズレン構成が激しいミメウエさん。そんなミメウエさんのアズレン第1号がこちら、ピンハイです。
これもね、僕がレビューをしているんですけれども、ちっぱいで可愛いんですよ。これ僕ね、今本棚に飾っているんですけど、なかなかいいですよ、これ。で、そのお姉さんのニンハイ。これもね、アルターさんと同じで発売が延期されているようなんですが、これもね、僕はピンハイと並べてみたいんですよ。うん。なんかちょっとね、瓦礫っぽさもあるんですよね、このフィギュアは。で、その前にこれが出るようです。ルマランです。これがね、そろそろ出るんじゃないんですかね。うん。これもね、結構僕楽しみにしているんですよ。これをアルターのトリオンファンと並べてみたいんですよね。うん。これもだからなんかこう、お姫様っぽい可愛らしさ。うん。まあ、このチッパイがね、またいいんですよね。で、これもチッパイです。これもね、現在予約受付中のバッジです。これはロリなのに強烈なんですよ。この小さいのにこの存在感、やばいですよね、これ。で、これね、デコマスも見たんですが、結構ね、造形も細かいんですよ。で、これはまだね、予約ができるっぽいんですが、まあこれもね、欲しいならすぐに予約をした方がいいと思います。いや、しかしね、ミムヨヨさんのロリ構成も楽しみですよね。そしてミミヨヨさんで忘れてはいけないのがこのデュークとウェルズ。これがね、それぞれ4分の1スケールなので大きいのですが、おっぱいも結構大きいです。でもね、これ座ってるからそんなに圧迫感もなくて結構飾りやすいのでいいですよ。4分の1にありそうな大雑把な作りもないんですよね、これ。うん。ちょっともうこれもね、入手困難らしいんですけれども、見つけたらぜひね、ゲットしてみてください。おすすめです。で、ミミヨヨさんのアズレンはね、まだまだ続きます。まずはこちらが霧島。これね、めっちゃいいっすね。うん。僕ね、こういうかっこいいお姉さん系ね、好きなんですよ。うん。これはね、ちょっと楽しみです。で、変わりましてこちらがブレマートン。これは何でしょう、このイラストのままの造形で出るんでしょうかね。うん。なんかいろいろとエロいろとやばそうですよね。さらにアルターさんからも出されるアタゴとタカオのレースクイーン。で、これがどうもね、4分の1スケールになるっぽいです。うん。これなんかおっぱい柔らかしようとかにはならないんですかね。この二人にね、挟まれたいですね。で、こちらもレースクイーンで、これが昇格と髄核。これもね、なんか4分の1スケールらしいんですけれども、でもね、僕こっちの子の方が好みかな。うん。このかっこいいお姉さんっていう感じ。で、この黒髪の方も可愛いし、銀髪の方もね、いい感じですよね。ただこれね、お尻の方がね、やばそうですね。で、これがシュルクーフ。これも4分の1スケールってなってますね。うん。これなんかね、この角度で見ると、下の方を履いてないように見えるんですよね。うん、やばいですね。で、まだあります。これがね、カシノ。これも4分の1スケールです。すごいですね。めっちゃ4分の1で攻めてますよね。で、お胸の方もかなり攻めてます。これ、4分の1になるとかなりすごそうですよね。うん。まあ、だから重さも相当なものになりそうですよ。そして、ミメヨヨさんの締めがこちらです。なんとこれも4分の1スケールらしいんですが、大砲です。やばいです。これはやばいです。いやー、これはもうね、購入確定ですよね。うん。これね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。まあ、お乳もね、でかいんですけれども、それ以上に赤いジャケットとか、あと黒いロングブーツとか、そこら辺がね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。これはちょっともしかしたらね、伝説のフィギュアになりそうな予感。まあ僕的には今後のミミヨヨさんの中ではこれがね、一番気になりますかね。で、このようにアルターとミミヨヨさんでね、結構な量になってしまったのですが、もう少しね、行ってみましょう。こちらがホビーマックスさんのユニコーン。これがね、チャイナドレスっぽくて可愛いですね。で、これもね、ホビーマックスさんなんですが、ベルファスト、クラダリングの誓い。これはね、結婚衣装っぽいですね。うん。なんかこれもすごそう。まあ、これって言っても最近発売されたんでしたっけ？あとこれも結婚衣装っぽいんですが、ニードさんのエンタープライズマリースターバージョン。これね、アミアミさんにディスプレイされてるのを見たんですが、すごく綺麗でしたよ。うん。あとね、迫力もすごかった。で、これもニードさんの綾波。これもこんな感じで花嫁衣装なんですよね。うん。白むくっぽいんですが、すごいアレンジをされてるんですよ。で、これもアミアミで見ましたが、やばかったです。で、これが来年に発売される予定です。で、これは可愛い。アワートレジャーさんのシグニット。これはなんか逆にこうキャピキャピしていて可愛いですね。うん。なんかまあ浮き輪もリアルで柔らかそうなんだけど、それ以上にお胸が柔らかそうと。で、こちらがウェーブさんの赤木。赤木のフィギュアはこれだけだったっけ？なんかコトブキ屋さんからも出てましたっけ？
で、こちらがプリンツオイゲン。これね、結構売れたんじゃなかったでしたっけ？うん。僕もね、これ今だったら買っていたかもしれません。だが今はアルターのプリンツ町でございます。で、そのことぶき屋さんですが、やはりね、赤城ありましたね。で、これもうね、3年前ですね。うん。いやー、懐かしいですね。で、赤城がいれば香川もいるぞと。なんかこう、日本の軍艦だと、カンコレを思い出しますね。そして銭湯、この頃はことぶき屋さんもね、結構アズレンフィギュア出してたんですよね。そして龍鳳、ことぶき屋さんはもうこれ空母が多いですね。うん。でしっかりとスケールも7分の1あると。でこれもあります、大砲。これも7分の1なんですよね。うん。飾ってあるのね、見ましたけど、かなりでかかったですよ。でこの人も空母でしたっけ、イラストリアス。ことぶき屋さんはかなり空母で攻めてましたね。うん。何かあったんですかね。そしてプリンツオイゲン、これもありましたね。うん。プリンツは3体くらいフィギュア化されてるのかな。で最近はもうね、アズレンやらないんですね、ことぶき屋さんは。さらにこちらがプラムさん。こちらも懐かしいものが多いんですけど、まずはこのエルドリッチ。さらにこれがハムマン回。あー、なんかこのハムマン懐かしいですね。うん。何回か秋葉で撮影してますね。そして E19。旅立ちのそよ風。プラムさんは一貫してロリ路線ですよね。そして山城回。これもなんか懐かしい。まだね、秋葉にプラムショップがあった時に撮影しましたね。そしてユニコーンと、まあ、ロリで始まり、ロリで終わるプラムさんでした。あとこれがワンダラーさんのイラストリアス。こんなのもあったんですね。さらにこれは現在予約受付中のシリアス。これね、かっこいいですね。メイド服っぽいですね。で、こちらがウィングスさんのジャンバールドレス。これね、僕予約しているんですけど、どうもね、延期になったっぽいんですよね。この、なんかこの、包材をテーブル代わりにしているのが面白いんですよ。一応予定では今月の発売予定らしいです。で、これがね、最近予約開始されたネオマックスさんの陰類。これ、なかなか読めないですよね。でもね、このフィギュアかなり気になってます。なんか他のアズレンフィギュアとはちょっと雰囲気が違うんですよね。なんかこの子はプリコネとかに出てきそうな感じ。で、これはまだね、予約受付中です。はい、ということでね、すいません。まだね、ちょっとあるんですけど、ですが、今回はね、一回ここで終了とさせていただきます。マジでね、こんなにあるとは思わなかったので、いやー、しかし、アズレンすごいですね。いつの間にかこんなに出てたんですね。驚きでございます。で、続きはどうでしょう。すいません。まあ、気が向いたらやろうと思います。ではでは。